湯の浜カントリークラブは山形県鶴岡市にあるゴルフ場である。1964年、山形県省内平野には本格的ゴルフ場はなく、最上川河口に河川敷、コース、宮の浦カントリークラブ会場、設計、常任理事会9ホールが唯一あるだけだった。宮の浦カントリークラブは鶴岡高専校長の林茂介がゴルフ道公会を結成し、 秋田カントリークラブ会場、設計、特別委員会や、ザオカントリークラブ会場、設計、三好徳行へ遠征していた。また、宮野浦カントリークラブの三井県は、所有地に練習場を作り同好会を作っていた。株式会社省内銀行頭取の金井勝介は、鶴岡と坂田の同好会のメンバーを合わせて、省内に本格ゴルフコースを作ろうと動き出した。 1965年2月、新たなゴルフ場の建設に向けて、経営母体、省内ゴルフ株式会社の設立発起人会を結成した。ゴルフ場の建設用地は、日本海、鳥海山への眺望が良く、海に近い妙立山の山麓に決定された。1965年11月、省内ゴルフ株式会社を設立し、理事長には、金井勝介が、副理事長には、 本間京づくりが就任した。1969年2月、コース用地を買収し、9ホールのコース設計を富澤誠づりに依頼し、造成工事が着工された。さらに9ホールを造成し、18ホールのゴルフ場が完成された。その後、1971年、旧9コースをインコースに、新しい9コースをアウトコースに交換が行われた。 郵便番号997-1117山形県鶴岡市下川あざ流花咲20-10ありがとうございます。